ヨアン・モロは、フランス・マルティーグ出身のプロサッカー選手。ギリシャのパナシナイコス所属。ポジションは、ミッドフィールダー。サッカーフランス代表のアンドレ・ピエール・ジニャック・ワイトコ。1996年、オリンピック・マルセイユのアカデミーに入団。8年間過ごした後、アブ・バーニュ FC を経て、AS ・モナコに入団。2008年10月のアグック・ニース戦で、トップチームデビュー。 2009年12月、クラブと最初のプロ契約を結んだ。2017年1月、FC ゼニとサンクトペテルブルクに移籍。しかし6月に就任したロベルト・マンチーニ監督の構想から外れ、リザーブチームへ送られた。7月、交代時にサポーターに対して中指を突き立てたことが問題視され、1ヶ月後に契約が解除された。2017年8月、 フラム FC に加入。しかし5ヶ月間で出場はわずか6回にとどまり、2018年1月30日に契約を解除し退団した。2018年9月6日、クリルやソベトフサマーラに1年契約で復帰した。2019年1月28日、シーズンいっぱいの契約で FC 訴訟モンベリアルに移籍。U-21 フランス代表歴がある。 ありがとうございます。